今朝6時過ぎ、石川県加賀市の胆振橋町で1人で散歩をしていた60代の男性が熊に襲われ顔や左腕に大けがをしました熊はその後、近くを流れる川沿いの上流の方へ逃げたとみられ警察などが付近を捜索しましたが、熊は見つかっていません現場は住宅地の一角にある遊歩道です加賀市では今年に入って155件。 11月だけでも42件のクマの目撃情報が寄せられていて今回の被害を含め5人がけがをしています。